今の火力は。壊すのが一歩遅れてたら消し飛んでた。分かってはいたが、ヘスティアは天の炎を掌握しつつある。扱うエネルギーの総量が違いすぎる。神様、迎撃続行。エラ・ガバルス。むちゃくちゃすぎない？辺り一面火の海どころじゃないんだけど。照準もろくにしないただのゴリ押し。俺、舐めるのも大概にしろ。我が名は愛、光の長寿。我が太陽にこの身を捧ぐ。来たれ西方の風、アロゼフロス。拒絶。何？炎の障壁。ホムラの領域、どんな攻撃でも全て弾かれる。イリアの言う通り、あの障壁桁違いだ。あれの前じゃ何も効かない。見ただけでわかる。攻守に穴なんてない。どうすれば。君しかいない、ベル君。あの領域に踏み入れられるとしたら、それは君たち女神の眷属、同じ聖火の権能を有する君たちの干渉のみ巫女は受け入れる。柱を守る巫女たちを攻略するために、私たちはヘスティアファミリアを各パーティーに振り分けたんだ。何度も君に大役を押し付けるようで悪いが、どうか成し遂げてくれないか。君たちの力なくしてヘスティアを救うことはできない。わかりました、やってみます。な、イリュ、あの巫女倒してしまった。うん、なんでもない。死なないで。うん、大丈夫。行ってくれ。最初、接近、排除行動、再開。目指すならハッピーエンド。そうだろ。砲撃の中に飛び込んでみてすぐに分かった。この攻撃は僕たちを殺そうとしていない。狙いがろくにつけられていないのは僕たちを遠ざけるためだ。巫女は、神様は、僕たちを傷つけてまで守ろうとしてくれている。あの障壁を切り裂いただと？聞いてください、僕は絶対に神様を助けます。みんなと一緒に神様の力になってみせる。
一人になんかさせない。だから行かせてください。ご苦労だった。逃げて。これで第一の封印が解かれる。感謝するぞ、小僧。進むがいいさ、道なき道へ。それこそが英雄だ。